どうもチャックバスです。今回は、ビジネスクラスで、ニューヨークに行ってきました。どうですかこの広さ。やっぱりすごいですよね。現金で行くと東京、私は羽田から行ったんですけども、羽田ニューヨーク間のビジネスクラスの料金が約50万円ほどします。まああの私は今回マイルで搭乗となりましたので、お金は一切払っておりません。今現在ね、マイルはすごくたまりやすい状況にありますので、それもいつかね動画にさせていただきたいなと思います。やはりここまで広かったら窮屈さも感じないですし、まあ寝る時もね足を伸ばしてフルフラットになった状態でね眠ることができるので、本当に時差ボケとかもね感じることもないんじゃないかなと思います。やっぱりすごいですよね。これが現金50万円の力かっていうと言わんばかりの感じですよね。でこのモニターの下のここのもう一個下に荷物収納するところもあります。もちろんですね、飛行機ですのでエコノミークラスの時の早物勝ちになる頭上の入れ物もこんな感じであります。これは1人1個ですね、付与されますね。でそんなこんなしてるとですね、添乗員さんの方はウェルカムシャンパンを持ってきてくれます。でここからアメニティを少し紹介しますね。まあ見ていただけると分かるんですけども、歯ブラシ、保湿クリーム、トート、スリッパなどいろいろいただけます。で今映ってるのはこちら枕なんですけども、下にマットレスとかもね、寝る時のマットレスとかもいただけます。でしばらく経つとメニューが配られてきて、私が選択したのは洋食メニュー、テーブルクロスを引いてくれてコースで料理が出てきます。ちょっとこれは飛行機の中とは思えないですよね。私も見てびっくりしましたね。ちょっと事前にインターネットサイトとか見てたんですけども、本当にすごかったです。で一度の目の食事が終わると、こんな風に好きな時に好きなものを食べたいものを頼んでくださいみたいなメニューもまた渡されますので、でその後はもうずっとお酒を飲みながらこのビジネスクラスの堪能するっていう感じでしたね。映画を見てちょっと休んでみたいな、ほとんどフルフラットで寝たのはちょっと短かったですね。ちょっと寝るのはもったいない感じですかね。で夜が明けてしばらくすると朝食メニューが、これもまた和食と洋食が選べるようになっております。最後、ジョン・F・ケネディ空港の着陸時ですね、機内モードの、携帯電話で撮影しておりますが、やはりこの着陸時ちょっとドキドキしますよね。まあ、失敗することなんて考えられないんですけども、やはりドキドキの瞬間ではあります。そしてここからニューヨークの旅行が始まるんだなっていう気がまたして、何とも言えないですよね。いかがだったでしょうか。今回は、ビジネスクラスのね東京ニューヨークの紹介させていただきましたけども、ぜひねマイルを貯めて、ちょっと現金だと現実味がない値段なんでね、ぜひマイルを貯めて東京ニューヨークビジネスクラスで行かれてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。